どうも、つゆきです。今回はですね、この人気のあるエコキューブラジオ、そしてキューブラジオシリーズ新商品ですけど、この辺についてちょっと紹介していきたいと思います。そろそろですね、新年度が始まる準備ということで、皆さん教材何使おうかなっていうのを検討しているところだと思うんですけども、今回ですね、こういった教材を決める際に、まず機能を見るか、値段を見るか、あとはその内容ですね、をどう見ていくかっていうところなんですけども、どの辺のどういう差があるかっていうのを簡単に紹介していきたいと思います。今回ですね、値段が少し上がりまして、この2機種が値段が上がります。こちらがエコキューブラジオ Bluetooth 最上位モデルですね。こちらに関しては4950円になります。で、こちらのエコキューブラジオ4ベーシックの方は4500円になります。で、こちらキューブシリーズに関しては3960円ということで、ここら辺で大きな溝が感じられますよ。4000円超えていくものと4000円以下っていうようなシリーズなんですけども、次にですね、機能面を見ていくと、共通しているところはまずラジオはみんな共通で入ってます。で、ライトも共通で、センサーとかですね、光センサーのところも共通で入ってます。で、機能でちょっと違うところで言うと、ダイナモに関してはこの3機種にしか入っておりません。このキューブラジオ Bluetooth に関しては Bluetooth しか入ってませんので、裏面にダイナモついておりません。注意してください、はい、あとはですね、太陽電池ですね。太陽電池に関してもこちらとこちらにしかついてません。はい、エコキューブラジオ4シリーズにしかついてません。で、こっちのキューブラジオシリーズには太陽電池ついてませんので、その辺も気をつけてください。で、 Bluetooth に関してはこの2つですね、エコキューブラジオ4 Bluetooth とキューブラジオ Bluetooth、 この2機種だけにしかついてません、はい、というところで、機能ですね、みんな似たり寄ったりなんですけども、それぞれですね、特徴があって、違います。比較的こことここはやっぱり非常に近いんですけども、例えばですね、こことここのシリーズの違いで言うと、スピーカーもこっち2個あるんですけど、こっちのシリーズは1個しかないですよね。この背面じゃないですね、平面に1個という形になっていますので、スピーカーがまず1個です。こっちはスピーカーが2個あるっていうので、その辺の違いもあったりもします。で、使用する電池なんかは全部共通で単4の3本で、これらが全部動作します。で、リチウムイオン電池もですね、ダイナモがついているモデルしかついてないので、この3つにしかついてませんので、これついてませんので、携帯電話の充電がそういった意味ではダイナモとかではできません。このようにですね、値段で機能でっていう違いが出てきたんですけども、その他ですね、内容に関してなんですけども、この辺やったことある方々いらっしゃればわかると思うんですけども、この3つはですね、なんとなく内容同じです。作る部品点数だったり実験内容だったりっていうのはほぼ同じような内容になってるんで、もし今回ですね、予算この辺厳しいなっていう時があれば、これを使っていただければ、今までの変わりのないような感じでできると思います。はい、で、こちらのですね、キューブラジオ Bluetooth に関しては、部品点数がやや少なめになってますんで、今までこれで時間がかかってたっていう方なんかはこれいいと思います。というところで、いろいろ選べる幅が増えてきてるんですけども、山崎はですね、この四角いキューブラジオだけだと思わないでください。山崎はですね、非常に商品ラインナップが豊富です。はい、例えばこちら FM1 スピーカーダイナモラジオ、これもですね、このキューブシリーズに ついてですね、非常に人気のある製品です。で、これも、Bluetooth タイプと普通のタイプがあるんですけども、こちらも今回値上げをしてしまったんですけども、このモデルのちょうど間ぐらいに入るイメージです。Bluetooth タイプがここと一緒。で、ノーマルタイプがここと一緒の価格帯になりますので、こういった選択肢もあります。それだけじゃないんです。はい。ひそかに私、今年これ来るんじゃないかなっていうんで、こちら、ウッディキューブラジオ。前にですね、動画出したんですけども、このヴィンテージ風に塗ってみたみたいな。これかっこよくないですか？ね、かっこいいと思うんですよね。で、これも3950円か Bluetooth。で、こちらと同じ価格帯になるんですね、Bluetooth。なんで、これのライバルみたいな感じですね。はい。で、これの Bluetooth なしがですね、3950円というんで、さらに
下の価格になりますんで、今までですね、こういったプラスチック成形品の、ラジオばっか作ってたっていう方も、ちょっとこちらも視野に入れてみてはいかがでしょうか。意外とですね、この木枠時間かかりそうだとは思うんですけども、実際やってみるとそこまで時間かかりません。温度でくっつけるだけなんで、あと最後ですね、磨いてもらえばめっちゃかっこよくなる。おすすめです。はい。ということで、山崎の電気教材ですね。キューブラジオだけじゃないですね。まあ、このように商品ラインナップ、結構横展開がありますんで、本当予算とか内容とか、いろんなところをこう悩むとかあると思うんですけども、まあ、一番やりやすいところでですね、選んでいただくといいのかなと思います。はい。というわけで、今回ですね、ラジオですね、エコキューブの比較プラスアルファというところで、この辺の紹介してみました。次回はですね、何かまたこういったも紹介できるものがあれば紹介していきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。これめっちゃおすすめ。